はい皆さんこんにちは非常識な経営コンサルタント高橋孝子です本日のテーマは高いお金を払って資格を取っても集客ができない人3つの特徴ということについてお話をしていきたいと思います、えー、このエピソードはですね、まあ、今に始まったことではないのですがよくいろいろな事業相談をお受けするときに、まあ、多い、まあ、相談の1個になります えー、つまり何かの例えばスキルを身につけるために、まあ、スクールとか行きますよねそれがお料理なのかうんハンドメイド系なのか、まあ、そお花みたいなものとか、まあ、あとはヨガとかいうものなのかわからないですけれども要はそ,れそれをやるための技術を身につけるっていう、まあ、それも高いお金です100万とかね場合によっては200万とかで資格を取りました。そのスキルは身ににつけたことになってます だけれども、集客ができないっていう方は、まあ、集客ができないからご相談をお受けするわけなんですけれども、まあ、特徴があるわけですよ。どういう特徴なのかっていうのをちょっと今日はまとめましたので、えー、それをね、3つの特徴っていうことでまとめてお話をしていきたいと思うのが今日のテーマです。では、本題に入りたいと思います。えー、高いお金を払って資格を取っても集客ができない人、3つの特徴。その1、 お客様のことを学んでいないなその2世間のレベルとずれているその3商品設計の順番が違っているという特徴がありますのでこちらを一つ一つ解説をしていきたいと思います、えー、とまず一つ目ですねお客様のことを学んでいないっていうのは、まあ、どういうことなんですかっていう話なんですけど えー、よくありがちな思考なんですがその高い資格を取った人ほどです例えばそれが100万とか150とか200とかになればなるほどいやそれだけ高いお金を払ってすごいスキル身につけたんだからもうめちゃめちゃみんな習いたいだろうって思うとかお願いの人がこう行列を作って自分の前に来るんじゃないかって勝手に思われる方いらっしゃるんですけど。 高いお金で取った資格っていうのは確かに価値がある場合もあります。高いわけですからね。そういう資格が難しいからっていうこともあるんですが、うんと逆にですね、レアすぎて求められていないものを自分の趣味の領域というものも含めて興味があるから取っちゃったっていう場合には、求められてないけど高い資格って 本人が勘違いされるケースが多いです。つまり高いお金を払ったんだから、需要があるはず、申し込みがあるはず、お願いされるはず、回収できるはずっていう、そのはずはずはずが続くので、えー、勘違いしてはいけないのは、高い資格だからといって、必ず世の中の人がものすごくそれを欲しがってるかどうかがわからないっていうことなんですよ。 で特にあの趣味っぽいような形で高い資格とかもあるじゃないですかそういうものって結局お客様ってまあお客様になる立場からするとそんなに欲しいかというような内容にめちゃくちゃ高いお金を払ってディプロマを取ってる方とかもいらっしゃるんですよそうするとお仕事にもしもし,したかったんだったらその先自分がそれを取ったら どれぐらいのお客様がいそうかを分かって取るっていうのが、まあ、もしそれで回収したかったらですよが正しい一つの考え方ですじゃあ私の場合にはあのどうだったんですかって言われるとあの資格はあの取ったものももちろんあるんですよあるんですけれども例えばパン教室開業する時に資格を取ったかっていうと資格はね実は取ってないんですよ あの取ってないけれどもじゃあなんで他の先生より優位性が高かったかっていうと他の先生のところを営業部パンコネキの営業部長として回った数が150以上あったからなんですよ。つまりいろんな教室のいろんなやり方を見ていてそれはもちろん営業的に えー、訪問すするる用事があっったから言ってるんですよ偵察とかっていうんじゃなくてたまたまそれでそのスキルが身についたっていうことだったんですけどもでどういうふうにしてやっているかとかどういうレベルでレシピ配ってるかとか自分も体験したし見たりとかもしてますしであとは公募系のところとか機械系のところの、えー、法人さん 営業法人営業そうするとかなり深い話しますよねだから普通の先生では得ることができない知識とか経験をたくさん持っていたんですだから資格はなくてもそれを求める人聞きたい人はいるであろうことは、えー、ブログにそういう内容を書いていた時にすごく読まれていたのは知っているからなんですよだから、えー、資格がない状態でも教室をオープンさせることができましたし 資格がない状態でもお客様を集めることができていたんです。開業前から。それはなぜそうしたかっていうと、開業時に一番必要なのはお客様だからっていうことを知ってたからです。つまりファン作りができていて、そのファンも私の知識好き。 私の知識で学びたいっていう人をブログでもともとセグメントして集めていたからそこにそれに見合った講座を投下したからわーっと皆さんが来てくださって一気に満席になったっていうそういう感じなんですよねつまり私は何が売れるのかどういう人が何を欲しがるのかはものすごく研究してましたでそれに合わせてブログは書いてました当時はブログ1本書くのに、 4時間から5時間かけて専門書とかを読みながらその知識と自分の経験値を入れながら一本一本丁寧に書いてたんですよブログなのでそれはお客様つまり未来の私の生徒さんがそれを期待するであろうという内容を先んじて書いてたんですよでさらにそれが探されるようにブログも書いてましたどういういキーワーワドなら 皆さんが悩みをを解決したたいいいかかかうのを分かってて。らです。調べてだからそれを盛り込みながらブログを書いたり発信をしていたからその私が必要だと思う人に発信するものを必要だと思う人が検索をして私のところにたどり着いてそれがその人にとって興味がある内容である記事がいっぱい並んでるわけですよ。 で、それを読み信頼をし、その人が教室をやりますっていうふうに言うから行きたいよねっていう、ファン作りができてる状態で集客をした。だから、それにかかった時間は8ヶ月、約1年かかってるんですよ。で、それがやり方を知って習っていたからです。私が会社員だった時に、まだ会社を辞めていない時に、集客の先生のコミュニティに入って会費を払って学んでいたから、そういうブログの書き方が でできているわけですつまり私は、えー、独立して何が一番大変になるかって言ったらお客様と自分がどうやって出会うのかどうやって集客するのかが絶対に大変になるって分かってたんですよ。会社にいる時には会社がある程度あてがうとかあと会社の名刺を使って仕事を取りに行ってましたからただ単に一個人の高橋孝子になったら仕事は依頼されないと思っていました。うん 当然それからパン教室だったとしてもですよむしろパン教室だった方が法人営業をやってた人がパン教室やったって言ったってどれぐらいパン作れるのって信じてもらえないじゃないですかだからそういう実績と内容とはブログを読んで信じてもらってる人を中心に集めたっていうのが初期のところなんですつまりここで私は高いお金を払ってライセンスは取りに行ってないんですよ だけれども、お客様が望むことは教えられるって思ったので開業してるわけです。で、さらに言うと、私がパン教室を開業したのは、教室の先生を救うためのコンサルになりたかったからです。ということは、その私が自分のパン教室で集客できなかったら話にならないですよねっていう決意を持って集めてるんですよ。だから、スキルは必要なんだけれども、その資格を取ったからといって集められるなんて も持ってていなくてむしろマーケティングと呼ばれる集客を学ぶことの方にお金をつぎ込んだ感じです私はどちらかっていうとじゃあそれはその全然全然技量がなかったらそれはそれで詐欺になるじゃないですか技量がないかといえばあります6年間ずっとパン粉ネキの販売をしているということは各各教室に行く時にその先生のホームページとかを全部見て どういういことをやってるのかで当然自分も体験とか行った時にパン作りも覚えて試作のパンとかを自社の、ね、工場とかでも作ってほぼ毎日作ってましたからね試作とはいえ配合変えたりとかこね方変えたりとか酵母変えたりとかで営業の会社員の仕事終わった11時から2時にやってるんで寝落ちしてオーブンの中で取り出すの忘れちゃった食パンがカチカチになって朝あるとかね。 そういうのもやってた感じなんで、下手な、そうですね、当時そんなに集客ができてなくて、月に1回か2回ぐらいしか教室やってませんとか、週に1回ぐらいしかやってませんっていう、先生よりは圧倒的にパン作っていたし、圧倒的に他の人の教室を見ていました、当時の私はね。だから、なくても教えられると思ったんです。それは比較っていうことを知っていたし、あとその、 必要要ななスキル要は学びたたいいいいい皆さんんが何ををを知知りかかっっててて講座を作っているからととうことなんですだからどちらかというと私の教室がうまくいった理由はマーケティングよりうまくいくように作った教室だからうまくいったんです。はい、つまり言うと,、えー、と高いお金を払っても資格を取ってもうまくいかないのはマーケティングを勉強していないから。 でマーケティングとは売れる仕組み作りなのでお客様のことを学んでいないからということになります。なので高い資格を取る人ほど 資格をいっぱい取る人ほどマーケティングの勉強をしてないです。これはそういう傾向がすごくあります。なぜかよくわからないんですけれども、資格には100万とか200万を払うのに、マーケティング、例えばそれが企業塾なのか、コンサルなのかはわかりませんけれども、それに1万、3万、5万を払うのを躊躇する方が多いのが、私としてはめちゃくちゃ不思議でなりません。 私は先にそっちにお金を払ってるタイプだからっていうのもあるんですけれどもなぜかそういうあのマーケティングの勉強する学びはスキルよりもひ下に見てるんですねその方たち。だからなんかね1万円とか言うと高いとか思うんですけどいやあなたスキル取得に100万円払ってますよねそして現在集客できていないということは資格の料金回収できてませんよねっていうそういう話になっちゃうんですよね。 だここを勘違いしてる。だから、商売としてやっていくのは、資格がすごいからじゃなくて、お客様のことを分かって、必要な求められる講座を作る知識が必要で、それを呼び込む能力が必要だから、私のイメージでは、最低でも同等。例えば、50万取って資格を取ったら、50万レベルの経営の勉強はするべきです。これが、昔と今の全然違うところです。 理由は教室がめちゃくちゃ増えたこと、SNS とかウェブ関係の、えー、進化がものすごく発達したこと、もう独学でどうにかなる時代は終わったって感じです。もちろん独学でやってる方いらっしゃいますよ。いらっしゃるんですけど、試行錯誤の量が半端なく多くなるので、自分が欲しい成果を得るまでに道はすごく遠くなります。お金を払って時間を買うかどうかっていう感覚が多分、 事業を行っていく上、特に個人事業を行っていく上での大きなセンスになるなというふうに感じているので、まずうまくいかない人の特徴はお客様のことを学んでない、マーケティングを学んでないというのが一つです。で二つ目、えー、世間のレベルとずれている。これは昔からよくある話なんですけど、その人にとって一生懸命なことが世間的にとってそのレベルが正しいレベルなのかということを知る必要があります。 例えばインスタグラムの集客とかよく知りたいとか聞きたいとかいう声多いんですけど、10年前に比べるとめちゃくちゃハードルが上がってるんですよ。それは当たり前です。みんながやるからなんですよ。みんながやるからレベルが上がっちゃうから、その中で抜きに出ようとするとさらにやんなきゃいけないことが増えてってっていうことで、人がいっぱいいるとこで競争して選ばれて見てもらえるようにするためには努力が必要になっちゃうんですよ。 だから、あまり人がやっていないところで勝負して目立つ方が楽なんです。インスタグラムは昔はそうだったんですよ。写真で世界観出して、綺麗な写真をいっぱい貼り付けておけば、なんか来てくれたみたいな時代もあったのが、今はショート動画、リール的なもの、ストーリーを上手に使い、ライブもやってとか、そういうのを駆使しないと見てもらえないし、比較してもらって、 でも選ばれないっていう状態になっちゃってるので写真が綺麗なのなんて当たり前動画も割といい感じに作れてるの当たり前みたいな水準に上がっちゃってるんですよその世間の水準を知らずに自分なりきに仮にやるとするじゃないですか自分頑張ってるんだけどみたいな感じででまあそういうのもチェックさせてもらうんですけれどもいわゆる私が知っているその業界の世間レベルっていうのが こういうラインがあったとしたら、その人がどんなに頑張っていても、ここにいたら探してもらえないし、見つけてもらえないし、見つけてもらったところで予約が入らないんですよ。でも本人は頑張ってる。心が折れる。なぜだろう。世間レベルに足してないからなんですよ。最低でも平均値。それを超えない限りブレイクが起こらないから、ある程度の努力と我慢と忍耐が必要になる時期もあります。 これがどの業界を選んでるのか、誰を呼ぶのかって決めた瞬間にあなたの努力の量が決まっちゃうんですよ。入れ食いでみんなが望むような人たちを集めたいと思うと人がわんさかわんさかいるので、比べられても選ばれる状態。それはコンセプトだったりとか、まあいろいろあるんですけれどもね。その選ばれるっていう状態を作るためにはある程度ね、質の高い投稿の量が必要になっちゃう。そして諦めないこと。 よくね、心が折れますとかって言うんですけれども、あのー、若干厳しいことを言わせていただけると、中小企業レベルでも生き残りってすごい大変なんですよ。特に私は営業職で最前線をやってると、会社の数字を背負ってるわけですよね。要は、自分の売り上げが上がらなかったら、会社が潰れちゃうわけですよ。売り上げっていうかまあ営業に、営業の人何人もいますよ。 じゃあ自分の売り上げは自分の分だけをどうにかまかなってるかっていうと違うんですよ。会社全部の経費を持って営業が動いてる感じなんで、中にいる事務の人とか、会社の家賃とか、コピー機とか、オフィスの費用とか全部全部、 が売上高に反映されないといけないので、内勤でやってくれてる方を馬鹿にしてるとか言うのではなく、その人たちが働いてもらってるから自分は外に出れてるわけじゃないですか。だからその分も働かなきゃいけないから、大体1人の分で4人から5人分働かないといけないんですよ、営業職って。だからお給料も高いんですけれどもね。だってそれだけ大変なことやるから。対何人とか違う何人かの人とかに出会ったりとか、いろいろ交渉とかしないといけないから。 っていうのをやって会社員ですら戦うわけですよ。それが個人事業主ってもっと戦わなきゃいけないんですよ。だって自分一人だから。うん、自分次第でどうにかなるっていう、なので、なんか自由だし、楽だし、好きな時間働いて、好きな仕事を好きなようにできるからいいやっていう考え方でなった場合で、あの本当に余裕があって、すごく特化したスキルを持っていて、 頼まれたらやってもいいやっていう感じでやる分にはそんなガツガツ頑張る必要ないんですよ。好きなようにあげてればいいわけで。だけど、一定のお仕事をやっていくっていうためには、これぐらいはやんないといけないよねっていう、一定の基準値を知らなさすぎるので、私、こんなに頑張ってるのになんでだろうってよく言うんですけど、私から言うとですね、いや、頑張ってないからっていう <laughs>。 <laughs> その常識レベルのとこよりも頑張ってないからっていう人が結構多いんですよだからいわゆる勘違いっていうことですねでこれもあの高いお金を払って資格を取った人が勘違いする陥る一つのとこですそれとこれとはね別問題スキルと集客のスキルは別問題なんでここはやっぱり勘,じ勘違いしてはいけない 3つ目ですね。商品設計の順番が違っているっていう、これも多いんですけれども、例えばさっき言ったように、インスタ頑張ってますとかね、LINE 頑張ってます、何に集客できませんって言うんですけどで、そういう人に限って、じゃあこれで人が来たら、あなた何を売るつもりなんですかって聞くと、ワンデーセミナーとか、ワンデーのイベントを売るとかっていう話で終わっちゃうんですよ。で、これはやっぱり商品設計が、 高いものをある程度、いわゆる収益商品と呼ばれる高めのものを売らない限りは収益が出ないわけですよ。じゃあ高いものなんで売らないんですかっていうと、いや、作り方知らないとかいや、そんな高いもの怖くて売れないとか、自信がありませんって言って作ってないんですけど。ということは、その小さい、大して収益が出ない商品を売るために必死になって投稿を毎日毎日、何時間もかけて。 作った投稿を上げ続けることになるので仮にそれが埋まったとしても次にまた投稿を頑張ってやらないとダメじゃないですかだからすごく貧しい状態で収益が出ないのにずっと頑張るから余計に疲れちゃうんですよなのでその人はその小さいとこで回さないでちゃんと本当に呼びたい人が本当にお金をがっつり払ってくれる商品を作ってそれを欲しがる手前の えー、お試し版として手前の商品があってそれを買ってもらうっていうための告知をするだから買ってもらうためには知識と信頼がないと買ってもらえないからあなた自身の自己開示というのも当然必要になるしあと商品の良さをただ言うてもうさんくさいだけなんですよだって自分が言ってるから。 だからお客様の声が必要だったり客観的にその商品が素晴らしいっていう証拠を伝えていく必要があって自分が伝えるよりも他人に伝えてもらう方がだからレビューって大事だったりするんですけれどもねそういうものが必要になったりします、はい、ですので、あのー、商品設計の順番が違ってると頑張っても集客にも結びつかないし収益にも結びつかないっていうことなんです。 はい、なのでこの3つがずれてるケースが多いですだからじゃあ対策どうするんですかって言ったら資格は資格マーケティングの勉強はマーケティングの勉強両方にちゃんと投資するっていうことが必要になりますだからやみくもに高い資格を取るっていうのはその後の余力がないとすると集客とかビジネスがうまくいかない可能性があります。 あのだからそれは趣味,趣味化状態です、ほぼ。特に何個も何個も資格とスキルばっかり取ってる人は、勉強としては経営の勉強をやっぱりした方がいい,い,いです。でないとお金に変わっていかないから。今、頭の中で考えてどうにかなるレベル、本読んでどうにかなるレベルって、天才の領域です、多分一般人ね、無理ですよ。だって本では隠してるわけじゃないけど、語り尽くせないノウハウが山ほどあって。 それをやっぱり教えてくれる人にちゃんとお金を払って教えを請うっていうのは誰につくかは別としてすすごく大事ななことなんです、はい、だからそこをお金を払うっていう感覚がない人は、えー、私の中では主婦感覚って、まあ、主婦の方に怒られるかもしれないけど要はお小遣い私のお小遣い減っちゃうみたいな不思議な感覚を持っている方が多くて「いや回収すればいいだけだから」っていうのがね私の感覚なんだけれども。 なぜか知らないんですけど、スキルの方にはめちゃくちゃお金払えるのに、そういう経営のことを学ぶとかね、集客のことを学ぶときには絞る方すごく多いです。で、ノウハウの価値っていうのは、その人がお金にどう変えたかのときに初めてノウハウの価値出るんですけれども、一つ面白い実験があって、えー、っと、無料で、 教えたノウハウと100万円払って教えたノウハウこれ別部屋に分けてランダムに人を抽出してやったケースですよで同じことを同じ人たちに同じようにすごい濃い中身なんですけど伝えてっていう実験をやったんです100万円払った人は100万円払うだけのもちろんのねあの余裕がある部分とそれを払ってでもやりたいって言った人たちはほぼ成果が出たんです。 だけど同じようなノウハウを聞いたら無料の人って成果が全然出ないんですよ。これは何が問題なのかあったらノウハウじゃないんですよ。ノウハウじゃなくてその人が自分が吸収して回収をして稼いでいこうっていう気持ちのマインドセットができてるかどうかがそのまま収入に結びついてるんです。だからこの話を、えー、置き換えると例えば100万円払ってスキルは学べるのに 普通のなんとかセミナーとかコンサルとかに5000円とか払うのも高いって思っちゃうタイプの人は自分のレベルはそこで止まるっていうことです。はい。なので、高いのを払ったからいいってもんじゃないんですけれども、覚悟が決まらないからお金が入らないんです。で、私、自分自身もそうなんだけれども、覚悟を決めて高いお金を払って回収しようと思って学ぶと、ものすごい学びと知識吸収と行動ですね、あと。 行動添加量が違う、うん、だから結果として回収でできちゃうんですよ普通に。なので、えー、と今の3つちょっと耳が痛いなと思う方も多いかもしれないんですけれども多いのが、えー、とこの3つです。お客さんのこと勉強しない世間のレベルとずれている商品設計の順番が違っている。 この3つがですね、主に集客ができてない方の特徴になるので、全部、あぜひですね、この機会にご自身の状態をチェックして、えー、改善できるところは改善していただけるといいなというふうに思っています。ということでまとめに入ります、えー。高いお金を払って資格を取っても、集客ができない人の3つの特徴。1、お客様のことを学んでいない。2、世間のレベルとずれている。3、商品設計の順番が違っている。この点をチェックして、少しでも 改善して稼ぎる体質になっていただければと思います。頑張ってください。それでは。